皆さんこんにちは。今日は土手に来てます。ここにいるある生き物を探しに来たんですけど、いないな。え、なんか靴濡れたんだけど。あ、よかった、おしっこじゃない。今日は土手にあるある穴を探してるんですけど、穴がないですね。なかなか穴ぼこ、あ、あったあった、1個ありましたね。ここにもあった。え、ここめっちゃあるじゃん。何、すごくない？この穴でかでか。俺の指がこれなんで、俺の指そんなにでかくねえからわかんない。奇跡の川の土手に行くと穴がいっぱい開いてることありますよね。この穴何の穴か知ってますか？この穴の中にカメラ突っ込んでみましょうか。では潜ってみます。はい、いました。カニですね。この穴はカニの巣穴なんですね。この土手には黒弁慶ガニと赤手ガニっていうカニが2種類いるんですけど、赤手ガニの方ですね。手が赤いので、今日はこのカニを穴から引きずり出して食べてみたいと思います。おお、なんだなんだ。こういう崩れ護岸の中とかね、めっちゃいるんですよ。あ、ほら、いた。お、いたいたいた。あった。なんとかゲットしました。この草ね、シマスズメノヒエっていうイネ科の雑草なんですけど、この草でカニが釣れます。他の草だと釣れなくて、この草だけ釣れるんですよね。じゃあちょっとカニ釣っていきましょうか。穴に突っ込んで、あ、あ、あ、ちょ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 っと離して。挟まれた。カニの足が見える、うっすらと。なかなかね、難しいんですよこれ。この穴を狙っていこうと思う。ん？これは毒ダミ？突っ込んでみます。深くない？だいぶ深いですね、この穴。このケツの穴専用カメラで見ていこうと思います。おー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 、あれはいましたね、カニ。水が見えると思うんですけど、このカニ穴は全部ね、地中で川とつながってて、中に水があるんですよ。だから奥にどんどん追いやっても川に逃げられちゃうっていう。逃げてますね、じわじわ。おお、来た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 。足で反応するんですよ、カニは。何かなー、これ何かなー、餌かってなって爪が出てきます。次に挟んだ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 。出てこいよ。なんか逃げた。え、すげえ、めっちゃ鳥いる。何あれ、ハトレースやってんの？やばくない？あれ、網で全部取りたいんだけど。野生の鳥は取っちゃいけないんですけどね、基本的には。こういうとこ歩いてると、あの草の根元でね、こっち見てたりするんですよ。そこをガシャって捕まえるか、反対側から友達を走らせて、でここで待ち構えてると出てくるので。こういう草の根元にね、土がちょっとあるじゃないですか。ここに穴を掘ってる時もあるんですよ。そういう時はこれをこうやって引っ張るとここにくっついてたりします。うわー畑の味。畑の味ならまだいいけどさ、たまにうんこの味する川とかあるから。これ取りやすそう。お、いた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 。よいしょ。まあまあ食べ頃サイズ。あ、でかいでかい。いた。でででで。離して離して。お、離したけど取れねえ。おお、取れた。あ、まだ2匹いますね。オッケーオッケー。痛いけど掴んだチャンス。なんで？ああ。何このカニ。外敵に襲われた時に爪で挟んで自分で切断する自切っていう行動をします。これで敵から逃げおろせるんですけど、いってえこいつらの爪。ザリガニの5倍ぐらい痛いっすね。もう腕の太さ見ればわかりますけど、こんなにいらないね。君たちは逃がすよ。はい、じゃあね。めっちゃ頑張ってやっと取れました。黒弁慶ガニ、あと赤手ガニですね。河口から汽水域に生息するカニで、でも純淡水の池にいたりもします。食用のカニではないんですけど食えます。イソガニも食用のカニじゃないけど食べれますよね、ああいう感じで。ただこういうところのは汚くてくっせーので、ちゃんと洗わないと食べれません。じゃあこいつを持ち帰って調理したいと思います。あいつ俺のことを全く敵として認識してない。舐めてやがります。覇気を出して追い払ってやろうかな。3、2、1。まずこいつらを水道水で洗います。で、ある程度洗えたらカニが浸かるぐらい水を入れてしばらく放置します。それでは料理していきます。こういうドブ側のカニはくっせえから素揚げ一択です。それ以外で食うとドブの味しかしない。ちゃんと
カニの香りします。直で油に放り込んでもいいんですけど、足が全部取れちゃう時もあるので締めます。はい、しまった。では揚げていきます。黒弁慶ガニから。いただきます。このカニはね、甲羅が分厚くて硬いので高温の油で長時間揚げていきます。こうやって甲羅がはみ出てるとここが硬くて食べれないので裏返して揚げていきます。やっぱり香りはカニですね。サワガニと同じ香りがします。揚がりました。なんか口から出てんだけど、食べてみるか。にっか。これは取りましょう。一番うまそうな手から食べてみます。いただきます。うまい、うまい。これは手長エビにも負けず劣らず美味しいですね。このカニ美味しいじゃん。みんな食べな。足食べます。うん、うまい。じゃあ丸ごと食べてみます。うん、うまいんだけど、サワガニサワガニサワガニカステラサワガニサワガニカステラカステラって感じで、なんかカステラの味がするんですけど、怖っ。まあ美味しいですね。じゃあ赤手ガニを揚げていきます。揚がりました。中が破裂して中までこんがり揚がってますね。見た目はすげーいい素揚げの色してるけど、味はどうでしょうか。手からいただきます。あ、でもうまいわ。塩なしでも十分美味しいです。あ、苦い、え、苦い苦い、超苦い。何、なんか超苦かった。なんでこんなに味違うの。濃いではないんだけど、とんでもなく苦い。工場だ、鉄工所の味がします。でもこの子揚げちゃったんで食べます。いただきます。ん？胴体は苦くないの？カニ味噌の味がする。上海ガニのカニ味噌にすごい味が似てます。カニ味噌も入ってますね、ちゃんと。ただなぜか手足は工場の味です。はい。ということで今日は黒弁慶ガニと赤手ガニを食べてみました。カニの味ですね。やっぱ綺麗なとこのカニをね、食べた方がいいんでしょうけど。まあでも美味しいっていうことはね、わかりました。ごちそうさまでした。いつもコメントありがとうございます。全部読んでます。嬉しかったコメントをね、紹介していきます。誰でもできないことはないけど、やろうとは思わない。でもやってみた結果が知りたいっていう YouTuber の原型って感じがして好き。いつも見てます。見てて楽しい。ありがとうございます。こういうコメントが来るとね、ああやっててよかったって、なんかちょっと眠い中ね、撮影行ったのも報われるっていうもんですよ。登録したい、おもろい、頑張れ。ありがとうございます。頑張ります。コメントしてくれる人たち大好きです。本日の動画がいいと思ったらチャンネル登録と高評価お願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。